今どうにいるかっていうと、沖縄県の、これは名護からちょっと来たところが名護市なのかな、一番なのか、チュラミ水族館って昔海洋博が行われたと思うとかなると思うんですけど、そのチュラミからの道です。海岸沿いの道ね、走ってます。なかなかこの道いいですね。バイパス見たくなってて、信号がない感じです。片側2車線ですね。で、右側見ると海岸、まあ、ちょっと今日天気悪くてあれですけど、あんまり綺麗な誰が見れないんですけど、普段はまあ綺麗な海が見えることです。ちょっと今明るくなってきたな。結構あります。沖縄自体そんなに大きな山はないんですよね。520メーターぐらいから最高のだけど、このくらいの前面で見てる山っては結構多いです。特に北部に関しては、山に覆われてる感じです、日本ないわゆるその本土とはね、生えてる植物亜熱帯ということでね、違ってきます。ヤシの木もちろん生えてますし、シダ類とかも生えてたりしてね、なかなかいい感じです。綺麗ですね。海がこう見てると綺麗なんだけど、